パリオリンピック登録商標卓球女子団体、決勝日本ゼロの3中国、現地時間10日、パリ南アリーナ。卓球女子団体の決勝で世界ランク2位の日本は、同1位の中国と対戦し、マッチカウント0対3で敗れ、2大会連続の銀メダルとなった。中国は5大会連続の金メダルに、日本女子は悲願の金メダルは今大会も叶わなかったが、ロンドン五輪、銀、 リオボリン、銅、前回の東京五輪銀、に続く4大会連続の表彰台に輝いた。第一試合のダブルスは今大会初めて早田ひな、24、張本美和、16、ペアで挑み、フルゲームの大熱戦となったが赤敗続く平野美宇、24、が世界ランク1位の孫エサに敗れ、中国に王手を許した。 0勝2敗で後がなくなった第3試合で、張本美和、16、が世界ランク3位の大盤行く、25、2位挑んだが、第1ゲームを奪うも逆転負けを喫し、日本はストレート負けとなった。ダブルスから大熱戦、日向張りが最強ペアを苦しめる東京五輪同様、決勝は王者、中国、との一戦に。相手は個人の世界ランク、トップ3。 が揃う最強の布陣。第1試合のダブルスから大熱戦。早田、張本ペアがダブルスランキング世界1位のチーム、大番イクペアと対戦。立ち上がりは早田のチキータが決まるなど5-1とリード。相手のミスもあり8-4とするが、連続失点で8-8。ここで長本のサーブ、早田のファオが決まり、最後は相手のレシーブが台を越え日本が選手。 続く第2ゲームも先手の攻撃で相手を苦しめたが、6の6から5連続ポイントを許してこのゲームを落とす。第3ゲームは6の6から長本のバックなど強打が連続で決まり11対6で勝利に王手。だが第4ゲームで中国ペアが意地を見せ勝負はフルゲームに突入。第5ゲームは5の5から長本の強烈バックが連続で決まりリード。 9対5で勝利まであと2点も4連続失点で9対9と並びそこからマッチポイントを許したがラリーで粘って10の12だが最後は最強ペアとの打ち合いに屈指10から12で敗れた第2試合は平野同12位が世界1位の孫エイサと対戦王者に対し序盤から平野が連続ポイントで7対1と6点リードするが孫もじわじわと追い詰め10から10のデュースに 最後は平野のカウンターがオーバーとなり第1ゲームは11-13。第2ゲームは相手に6連続ポイントを許し、ラリーでもミスが続き6-11と後がなくなった。第3ゲームも相手のペース、平野も得意の高速卓球、で粘るが6対11で敗れ、中国は金メダルに王手をかけた。第3試合は張本、同8位、が世界ランク3位のオーバンイクと対戦。 1> 第1ゲームは両者譲らぬ戦いから張本が8対5とリード。粘る相手に先にゲームポイントを奪うが、連続ポイントを許し10の10。ダブルス同様大接戦となり、壮絶なラリー戦も打ち勝ち、張本が14から12で先取した。第2ゲームは相手のカウンターと強打に苦しみ、6の8から長本もスーパーカウンターを決めるなど食らいついた。 1-0から10とこのゲームもデュースとなったが10から12で落とした。第3ゲームは中盤から連続ポイントを奪われ4-9と劣勢に。レシーブがネットに引っかかりゲームポイントを許し、7-11で日本は崖っぷちに立った。第4ゲームは1対5と流れが王のままで、終盤に意地の反撃を見せたが6-11で無念の敗退となった。卓球女子団体、決勝。 日本ゼロの三中国。より小さい第一試合。早田ひな、張本美和チームオーバーサ VS 沈む、大番行く。十一マイナス六分の九マイナス十一分の十一マイナス六分の六マイナス十分の十一マイナス十二より小さい第二試合。ひらのミューバーサスソンエイサ。十一六分の十三マイナス六分の十一マイナス十一より小さい第三試合。 張本もとみわ VS 大判育、14から10分の12マイナス7分の12マイナス6分の11マイナス11